世界を変える日本競馬、皆さん大好きなあの名馬たちの知られざるストーリーが盛りだくさん。さあ、続行はマンハッタンカメ、それを成田ブクロールが追っていく。ボクシング中盤戦、マンハッタンカメが先頭だ。2番手にジャングルポケットが上がった。そして成田ブクロール3番手、マンハッタンカメだ。マンハッタンカフェナンバーワンだ、マンハッタンカフェ。そして変わってスペシャルウィークだ。スペシャルウィークが外から上がってきた。一気にかわして並ぶ間もなく先頭に変わった。スペシャルウィーク残り 200m はもう独走態勢だ。高豊スペシャルウィーク、あとは引き離すだけ。4馬身から5馬身リードがぐんぐん広がった。スペシャルウィーク断然強い。一着でゴールイン。高豊にダービーのタイトル、スペシャルウィーク圧勝。もうすでに10馬身近いリードを取っていますが、ご覧のように持ったまま抑えたままの状態で武豊、はるか前にサイレンスズカです。まだ10馬身のリードを取っている。サイレンスズカまだ抑えたままで 200m 標識を迎える。そして2番手ミッドライトベッド上がるのか、鮮明に上がっていったテームオーラシ打ち。そして外からはサイケールだと。そしてまだ中段マチカネフンタル、マチカネフンタルはまだ中段。先頭はサイレンスズカ、逃げて逃げて4連勝。2着ミッドライトベッド。アグネスタキオ上がってきた。そしてジャングルポケット、アグネスタキオ、ジャングルポケット、やっぱりこの2強化ダンツフレーム、これに襲いかかっている。さあ前の襲い、アグネスタキオ先頭、ジャングルポケット、ダンツフレームが後から迫った。しかしアグネスタキオだ、アグネスタキオ優勝。最内から1番の藤木関、藤木関先頭か、北斗ジュリアン、スキーキャプテンが外から襲いかかってくる。マイティフォースも3番手争い、先頭は1番の藤木関、藤木関が振り切った。アドマイヤベガ、一気にアドマイヤベガが成田トップロード粘っている。テーモペロー3番手に交代、前の争い、アドマイヤベガ、成田トップロード、アドマイヤベガ優勝。アドマイヤベガだ、天才武豊、史上初2年連続のダービー制覇。激戦になった。大拓リーボ先頭か、大拓リーボ先頭、そしてエアシャカールがまとめてこれをかわそうとしている。エアシャカール、大拓リーボ、エアシャカール、大拓リーボ、見と並んでいる。エアシャカールが優勝。先頭ダイワスカーレット、ダイワスカーレットリードが広がった。アドマイヤモナークが外から来る、アドマイヤモナークが外から来る。アイダイアシェイディ先頭はダイワスカーレットだ。さあ、ゼンノロブロイだ、ゼンノロブロイだ、残り200を通過して、ゼンノロブロイ先頭に変わって1馬身から2馬身のリード。2番手争いはポリシーメーカーで待っている。外から成田シンチリーだと追い込んでくる。デルタブロースを置いてくる。しかし先頭はゼンノロブロイ、ゼンノロブロイ優勝、圧勝。ゼンノロブロイ圧勝でゴールイン。そして間を通って6番のオーシャンブルーも突っ込んできた。そして外からは一気にゴールドシップだ。ここで来たゴールドシップ、足の第1位でゴール、ゴールドシップです。お友達の秘密が明らかに、ぜひご覧ください。